はい、こんにちは。今日の質問は、はい、富を決めるものは何ですか？いい方ですね。富っていう響きがいいですね。なんかナポレオンヒルとかの方に出てきちゃいそうな思考を現実化するとか。自己啓発っぽいよね。僕はね、やっぱあのロバート清崎さんの金持ち父さんに結構影響されてるんで、富っていうのは何で測るかっていうと、どれだけ給料があるかとか、ね、そういうわけではなく、ね、どれだけ貯蓄額があるかでもないんですよ、これね、どれだけ生き残る能力、何もしなくても生き残る能力のことを富って、なんかね、計算式書いてあったんですよね。あった、あった、そういえば。そう、例えば月々の生活費が50万円で、毎月の不労所得が25万円だったら、その人の富は 0.5 って、要は半月しか生き残れない、でもその人が生活費が25万まで下がったら、その人は生きていける、1だから、だからね、だからロバート清崎さんのその富の定義っていうのは、収入の多さじゃなくて、支出とのその対比っていう感じかな。だからやっぱり生活費が低くなればなるほど、富は増えるっていう考え方なんですよね。だから同じ不労所得を毎月25万でも、50万だったら 0.5、 生活費が、生活費が25万だったら1、生活費が12.5 万だったら2っていう感じで、富が増大するっていう考え、これはね、僕が長年ラットレースを抜けるためのヒントになりましたよね。今でも生活費は同じ世代に比べると、どうなんだろう、分かんない。いくらですか、生活費は？これちょっとここ言いづらいけどね。いや、今の勢いでポロって言うかと思ったんで言うかと思ったんですけどで、そうね、ちょっと言えないね。あ、そう、ポロって来そうな感じだったけど、言えないけど、残念だな。そう、ちょっと言いかけたね、今言いかけたね。じゃあ富の量を決めるのは、いかに支出を抑えてっていうことですか？そうですね、不労所得を増やすかっていうことと、支出を減らすか、その割りなんですね。不労所得割る、生活、まずは1を目指すことっていうね。1をね、不労所得割る生活費が1の目指す。そしたらね、人によってはね、サラリーマン卒業できる人もいるかもしれない。安定してリタイアした人は2以上ですね。2か、1だとそう、ギリギリってところなんですね。ギリギリは厳しいですね。僕ちなみに、ギリギリでリタイアした、そう、山口さんほらギリギリだったからさ1で、まずは1を目標にするのかとか。良い子は真似しないでください。良い子は真似しないでください。まあ、そこからでも頑張って増やしてましたよ。今多分3以上あると思うよ、だから。前もそんなこと言ってた。何以上？あの時はなんか4ぐらいはとかって言ってたけど、3にしちゃうの。ああ、まあそうね、投資の経費入れて3か。そうね、投資金入れなきゃ4ぐらいになるかな。では前半はそんなところで、じゃあ前半終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。